皆さん、どうもよろしくお願いします。TK です。じゃあ、今日から、本日から25日、バイオミュータントの方、やっていこうと思います。横はね、ちょっと、バイオつながりありますけど、そこは、なんか出てきたの、びっくりした。逆にびっくりした。そこは、まあ別にね、気にしないでください。気にされたらごめん。困る。23日、4日ね、終わってるんで、切りされても、やるー。まだね、2週目とかやってない。別に、その別のゲーム言っていく際でやめろって。初手からやめろって。そういうことよね。ではやっていこう。バイオミュータントね、スキップできる、スキップできる、お読みください。ああ、はは。転換とか発作とかすんのになったことないから大丈夫。多分。大丈夫。何？ああ、見えた。ようやく見えた。画像がかろうじて見えるように。ここやな。かろうじてっても全部行っちゃってるけど。全部右に行っちゃってるけど。バイオミュータント、何だ何だこれは一体。 TV とかね、ほとんど何も見てない。ない弾がない。お、危ねえ。おい、ピッ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 。やれよっかい。ですよね。あれ死ぬんじゃね。まあ、そういうのはいいとして。おお、来た。日本語どこや。あった。でも、やりにく。ちょっとやりにく。まあ、そこを差し置いても、オープン。新世界に終焉が近づいている。汚染と疫病がはびこるこの世界、生命の木はその命が終わりを迎える日をただ静かに待っている。この世界に存在する6つの組織、トライブたちの間には軋轢が絶えない。世界の危機たる今、トライブを団結させる、もしくはトライブのすべてを滅ぼすほどの強い力を持つ存在が必要だ。これはすべてがイレギュラーな世界の物語。きっとこの世界にふさわしいイレギュラーな結末が待ち受けていることだろう。さあ、バイオミュータント、バイオミュータントにようこそ。あ、ニューゲームね。やっていきましょう。オープンワールド RPG のゲーム。みたいなんで。まあ、俺好みかな。って言っても続くかどうかわからんけど。続かせたいと思ってるけどね。ミディアムで行きますね。お、来たな。DNA を。キャラクリア。キャラクリじゃ。さあ、やっていくね。なんか、絶対違うやろ、これ。ドラゴンっぽくね。ちょっと待って。ネタに走る人多そうやな、これな。見た感じな。うん。それは思ったね。にゃん。
リアーではなく、ニャン。今のこれね。ニャン。的な感じ。うん。あるよね。完全的にこの見た目が好きですね。で、どうなってんのかな？運は変わらんか、全部。で、ほう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 。交渉がいいのか、これ。このキャラクター好きなんだよね。キャラクターというか、この感じ、種族。この種族の顔が好き。そうするか。それでいっか。マーゲルで。能力値。キャラクターの初期能力値を決定する。各能力値が持つ効果についての詳細を確認するには次を押す。お遺伝子構造を決めてくれ。遺伝子構造？遺伝子構造とは？あ、マジかよ。ちょ、待って。DNA を変換する。遺伝子構造を決めてくれ。ちょっと待って。いろいろとやばい。いろいろとやばい、これは。ランダムか。いろいろとランダムで。あ、これなんかかっこいい感じがする。うん。生命力低っ。あ、知性も低っ。腕力と俊敏性か。微妙いところがない。生命力か。それはいいか。もう生命力は俊敏性で補えばいいやん。遺伝子の回復力を選んでくれ。遺伝子の回復力とは？あ、下のあれか。バイオバザー、バイオハザードちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。村かな？村かな？ほら、こんな村のやつかな？読んどこ。これじゃ読んどこ。もう言っちゃってるわって。なるほどね。属性ということか、つまりは。何かに特化させていく？特化させていきます？こんな感じにね。アイスとバイオハザードか。やろうね。感じ的にね。体勢やんね、やっぱね。こうしとこう。うん。まあ、ようわからんけどね、今のところね。そこまで対して。これでもいいかな。毛皮のスタイルを選んでくれ。毛皮のスタイル。毛皮のスタイル。え、毛皮のスタイルって何？どういうこと？おおほほ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 。お、これは、決めかねんな。これかっこいい感じがする。うん。うん。あ、これがいいな。もふりたい。よくが出てくるやつにしていこう。それがいい。うん。これかな、感じ的にな。まあ、他もある。あ、たぬきっぽ。たぬきっぽ。じゃあ、やめとこう。これじゃやめとこう。これじゃやめとこう。これやめとこう。うん。ドラゴンっぽい感じっていうのは出せねえよね。出せそうで出せないよね、これね。微妙にね。これか。これなんか、感じ的に好きかな。うん。メインの色を選んでくれ。メインの色。まあ、いっぱいあるな。ちょっと待って。どうなってんこれ。ああ、なるほど。オッケー、わかった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 。おお、ちょっと待って。いろいろだね。ランダムかで、ランダムの方で。
はあ、ランダム。あ、そういうことね。L2 と R2 で鮮度。輝度か。輝度か。鮮度ではない。鮮度ではないね。なるほどね。楽しいな、これ。感じ的にこんな感じのが好きなんだろうね。それは、ちょっとこっちっぽい。こっちより、ここら辺が好きかな。うん。他の色を決めてくれ。他の色、他の色は？あーはははははなるほど。メインの色を選んでくれ。間違えたし。他の色を決めてくれ。いや、これはこれでいいわ。クラスを選んでくれ。クラスとは？クラスとは？デッドアイ。ほど？社会。規模に縛られず生きることを選んだ、巧妙かつ熟練のならず者である。コマンド。コマンドは、コマンドは、精鋭特殊部隊、精鋭特殊作戦部隊の隊員として訓練を受けている。コマンドは少数のチームで、作戦行動にて熟練している。サイフリーク。お、なんか、あ、好きそうなやつ好きそうなやつ俺の。サイフリークは、再能力、および、ミューテーションの実験を行っている。通常彼らは社会の隅に生きるはみ出し者である。サボタージュ。サボターは、ああ、送金や。郊外と荒野の両方での隠密作戦の訓練を受けた熟練の探索者。センチネル。探求者ね。センチネル。センチネル、なんやろな。別のゲーム思い出す。漢字わからんけども。家屋の警備に特化していると。彼らは、競技への絶対的な信仰を含み、組織。サボタージュ、センチネル。サボタージュ。サイフリークが好きやな。うん。スパークボールで、これはスパークボールを打つには、アビリティを割り当てたボタンキーを抑える。プレイヤーが向いている方向に球を打ち出し、ヒットした、的にダメージを与える。サボタージュ。ああ、なるほどね。うん。やっぱ俺はこれだ。すまん。これサイフリークだ。サイフリーク。決まった。決まんの早すぎた。ごめん。決まんの早すぎたわ。ああ、終わった。終わった。うん、終わった。キャラクリエイトは終わります。では。それでうまくいく。何、どうした前方へ移動するには L。うん。OK。で、見回すには R。うん。大体そうやね。過酷な過去を持った者が一人、スポットライトの元に引きずり出された。バニーホップ、なんだ？ああ。楽しいな、このゲーム。我々は岐路に立たされている。生きる道を選ぶか、ただ何もせず、死を選ぶかだ。死を選ぶかか。生きる道を選ぶか。そっか。だがお前にとってこれは、岐路であるだけでなく、決断でもある。万物に流れる原始の力。木にお前もこうするのだ。ほう。あ、これで選べる。我はダークレッド。強さと力の象徴。違う。ライトブルーをと呼んでくれ。じゃね、自由と忠誠に生きる。自由なの好きな。自己紹介しよう。私は光、君の陽の側。より正確には君の内なる声だ。平行の反響にして、今後君が行う行為に対する秘訣でもある。はあ、どういうこと？光が自分に合ってるのかはわからない。その通り。光というのは目の前にあるものが見えない者たちのためにあるんだ。我先にの気持ちを忘れず進めば、道は開ける。ああ、なるほど。天使の部分と悪魔の部分があるみたいな感じか。違う。絶対違う。心変わりに驚いた。自分自身のことは顧みずに人助けをするのは私の信念だが、闇の側を助けるのはまた違う。おう、違う。お前自身の本質に抗うことはできない。
血は明白に赤く血管を流れている。君は我々を闇に留めようとしているようだが、分かっているはずだ。我々には高貴な血が流れており、相応の責任を負っているということを。真実に抗うことはできない。どうした?やっちまったか。オーラ、何それ、かすかな光。おう、ちょっとこっち選んでみよう。正しさを覆すことなどできない。なあ、いろいろとやらかしそうな気はするけど、それはいいよ。何?死の物語と残された体は、我々が自然の恵みとして他者を捕食していることを思い出させる。お、どうしたん?ということは、ミートイーターロニック。新しいメインクエスト。お前の家族を襲った獣を覚えているか?それとも、忘却の彼方に追いやったか?お前は逃げた。この世界に背を向けて、自分だけの世界に閉じこもってしまった。その間に、プレデターはより強くなっていった。お?なんだ?ルバンタイ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 タおーいぞ、危ねえ、怖い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 。これさ、パンサースイープ。いてえ、うわ、回避 L2、L1 か。L1 じゃねえ。おい、当たるんだよな、それが。ちょっと待って、回避やりにくげ。おいっす。OK。あ、そういうことね。OK。丸から。ほい。おお、あった。どっち、近接攻撃。おい。あ、そういうこと。あ、これ楽しいやつやね。バツで四角。おっ。おお、楽しい。おお。いろいろとあるなぁ。そう。こんなところで終わるわけにはいかない。急いで逃げるんかい。ちょっと待って、どこに逃げんの。あ、あの中ね。よいしょ、オッケー。嫌な予感。嫌な予感がやな。ちょっと、わかりにくいかな。ちょっと、うんってなるよね。少しだけ、うんってなる。逃げて生き残れ。そして、来るべき戦いの時のために、準備するんだ。準備するんか。そうか。ここね。さあ、ちょっと待って、ビビビビビビ、危ない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 。脅威はプレデターだけじゃない。日々の終わりが始まった頃、野生の生物が変異し始めた。そしてあ、落ちた。ちょっと待って、どうすん。敵の方向に向かって移動すれば近接攻撃の標的になる。標的にできると。カメラは敵の方向に動かして狙えば遠隔攻撃の標的にできる。おお、遠隔攻撃武器をリロードするには、次はそう R1 ね。うん、R1 ね。オッケーオッケー。リロードは R1 ね。ここのゲームしてるから忘れそうな。アビリティを使用するには次を押しな、長押ししながら、割り当てたボタンを押す。うん、L2 で、当たった敵にダメージを与える。
1ダメージの砲弾を投げるにはミューテーション選択を選択長押しし割り当てたボタンキーを押すと。うん。キーエネルギーはどっち？ミューテーションおよび特殊攻撃の実行に使用できます。キーエネルギーはがなくなるとこれらの動作は実行することはできません。キーエネルギーは戦闘中と戦闘側の両方で再生されます。英明の木が正気を失い始めた。だ。ほら。ちょっと待って。いろいろわからん。ほら。怖い。ちょっと待って。痛い。おお、なるほど。痛いわ。うわ、痛い。ちょっと待って、やばい。ほら。OK。ああ、こういうことね。なんだ？何か出てきた。おうおう、危ねえ。どうした？おっと、OK。おう、なるほど。おーし。OK。なるほど、そういうことね。今理解した。どうすんのこれ。オッケー。で、こちら側は危ない。おーっと。オッケー。終わってない、まだ。ドアを開ける。おー、なるほど。これなんだ。これなんだってなってみる。まあいいや。あ、この上行くには、こっちから行くしかないの。なるほどね。こういう、この手のゲームね。こういう感じのゲームね。インタラクト。さあ、開けていこうぜ。で、どうすんの？インタラクト？あ、何かあったのね。見えてなかった。電気モジュール。武器アドオン。武器の特殊効果アドオンを見つけた。遠隔攻撃武器に装着すると、弾薬が続く限り攻撃タイプが一つ追加される。敵によっては異なる。武器特殊効果に耐性または弱点を持つのもいるので、賢く使い分けよう。ほう。装備。OK。装備のとこ落ちた。四角。特殊効果アドオンを装着するには消費アイテムのクリックメニューから選択する。メニューを開くには、次を長押し。ああ、なるほど。違う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 、あれ？おお、なんか来た。いや、ようわからん。え、ちょっと待って、どうするって。長押ししてたけどな、反応しないな。なるほど、ここ四角×丸があるということは、ここにもういろいろとできるってことやね。入れられるってことですね。おう、出てくる。救急キットを見つけた。このような袋には体力を回復できるアイテムが入っている。戦闘中は体力は自動的に回復しない。消費アイテムを使用するから回復方法を見つけよう。あ、なるほど。つまり魔法じゃないけど、そういったものもあるってことね。見つからで、ふんすってなって。自らやって体力回復させる方法もある。こういうアイテムじゃなくて、スキルみたいな感じであるんやろね。クイック選択メニュー。包帯はクイック選択メニューの入力を長押しして、使用することができる。ああ。ああ、なるほどね。オッケー、オッケー。ああ、今出てきた。さっき出てこんかったから、なんなんやろな。あ、これがそうか。うん。え、上行ける。どうすんの？上ってどうすんの？
あれ？なんかもう一個行けるとこあったよね。あれ、ちょっと待って。しっかり掴んでいくんだ。は？え、どういうこと？ちょっと落ちたら大丈夫なのかな。あ、行けるわ。こっちなんなんなら。お、何かあるぞ。ちょっと待って。しっかり掴んでいくんだとか言われてもな。こんなに俺、背低いのか。そういうことじゃねえ。そういうことじゃねえ。ああ。お、なんだ？エネルギーパック中。ビアードコモン。おぉ。エネルギーパックとかもあるね。なるほど。これは楽しい。なるほど。ほう。ほう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 。理解してきた。油の汚泥が一面に広がったことで、大半の生物が死に絶えたが。ちょっと待て！中には新たな環境に適応し、変化した生物。進化を止めることはできない。ほらー！だしゃ！回避。敵の攻撃を回避するのもそれに。攻撃動作中の敵の頭上に稲妻が開いた瞬間に次を襲う。やばい！やばい！おいっす！あ、危ねえ、怖い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 。うん。あ、まだいた。OK！ やばい！おい！おー、なるほど。ほらー！痛いわ、ミスター。おい！ OK！ ナイス！我の勝利。お、どうした？倒した敵からはしばしば回復アイテムを奪える。ハイライトされている敵、倒れた敵を見つけて倒す。見つけて押すと。あー。負傷時には回復アイテムを忘れずに使用しよう。アイテム選択画面を開くには次を長押し。インタラクト。デインティー、デインティー。なんだこの。読み方がようわからん。合ってんのか。うん。あ、これで使える。今はまだ使わない。あ、何かある。なんだ？何を取った今。クリンク。何クリンクって。何クリンクってなって。なんだ？ここを死ぬということ。そういうことか。つまりそういうことか。落ちて死ぬから行くのやめときよっていう忠告やろな、これ。うわ、泥だらけ。泥だらけマン。泥だらけミュータント。ミュータントだよ。ちょっと待って。乾かしたい。こんな顔やね。うん。いいね。なんか好きやわ。うん。さあ、行こうか。ならば。ロックブーム。おぉ。いや、まだいっぱいあるな。吹っ飛ばしてやれ。怖い。ミスター。ちょっと待って。下手くそか、俺。よし。だいぶ痛めつけたな。だいぶ痛みつけたなって言い方よ。やめろ、その言い方。怖い、怖い、怖い。おーい！当たるんかい！当たらんねえ。よし、痛みつけたね。いて、ちょっと。あ、水、あーあーあーって、あー、ちょ、ちょ、待つ。ちょ、待つ。怖い。おい！おぉ、怖っ！吹っ飛ばしてやれ。吹っ飛ばしてやれ。吹っ飛ばしてやれ。この野郎、一回待ったやん。攻撃してる最中やん。やん。もう怖いな、もう。お前なら使えるはずだ。
終わった、また見せた、やってもった。ちょっと待って、どれで回復、ちょっと待って、わからん。元気回復だ、元気回復だ。おら怖い怖い、ういっす、うい。終わり。うんうん、そういうことよ。つまりはそういうことよ。インタラクトだ、タンティックリー、タンティックリー、体力回復。おお、なるほど。あら、あ、こういうこともできたんか。なるほどね、今理解した、今理解しました。え、嘘、ちょっと、You die! 倒された。倒されてはない。うん。倒されてはないかな。それは。それは倒されたとはまた違うかな。やっちまったな。まさか何かあんのかな思って行ったらもう死ぬとか知らんし。知らんし。やっぱりああいう中入られへんねやろね。あれどうした？止まった。止まってやない。オッケーオッケーオッケー。ふぅ。焦るぜ。